どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はツイッターでも少し話題になりました冷凍餃子のアヒージョっていうですね、ちょっと奇想天外なレシピを、作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでですね、材料の方いってみたいと思います。まず、こちらですね、冷凍餃子、1袋分ですね、12個入りです。あと、こちらがニンニクですね、2かけ、あと鷹の爪が1かけだけ、じゃあまず、ニンニクですね、切っていきます。はい、潰して、はい、皮むいてください。これでいいです。これも下の部分を落として親の敵のように潰してください。はい、唐辛子はこのまま使います。はい、それではですね、アヒージョのガーリックオイルを作っていきたいと思います。まず先ほど潰したニンニクを、ゴテッと入れます。あと鷹の爪を入れちゃいましょう。ここにオリーブオイルを注ぎます。だいたい1センチぐらいですかね。で、大丈夫です。で、これを火にかけて、アヒージョなんですけども、皆さんなんか揚げ物だと思ってる方結構いらっしゃると思うんですが、アヒージョは揚げ物ではなく煮物です。油でね、煮る料理になりますので、煮るっていうのはですね、100度以下に、するってことですね。100度以上だと揚げ物になってしまうんですよね。弱火でやってください。シュワシュワ言うまではちょっと強火でもいいかな。シュワシュワ言ってきたら弱火にしてください。これぐらいシュワシュワいったら、とりあえず OK ですね。ガーリックオイルは完成になります。そうしましたら次、餃子、茹でます。冷凍餃子ね、茹でても美味しいんですよ。沸騰したお湯にですね、冷凍餃子をそのままドボンと入れていきます。大体2、3分茹でちゃいますね。そう、茹でていくとね、だんだんね、餃子がね、浮き上がってくるんですね。そう、大体みんなね、餃子が浮き上がってきたので、これで、餃子大丈夫です。そうしましたら餃子をですね、先ほどのガーリックオイルに入れていきます。この時必ず弱火で加熱してください。100度以上あると跳ねます。100度以下だと油に水分たっぷりの餃子を入れても跳ねません。こんな感じです。この時必ず弱火でお願いします。はい、で数分煮えましたら、仕上げにブラックペッパー、少しかけてくださいね。香り付けになります。あとあればで結構です。パセリを振ると、美味しく見えるので、パセリを振ってあげてください。はい、こちらで、はい、こうやってですね、冷凍餃子のアヒージョの完成です。イエイ。はい、それでは出来上がりましたので、早速食べていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。やっぱね、餃子にも言えるでしょ。最高だな、これ。じゃあ、いただきます。このガリコイルつけながらですね、一つ取っていただいて、で、このままでも、味つついてはいるんですけども、少しお塩、あとですね、僕本当におすすめなのが、タバスコです。はい、タバスコの酸味すごく合うので、これをね、少し 1、2 滴垂らして召し上がってください。あとね、ポン酢とかでも美味しいです。レモン塩でもいいですし、それ酸味とすごく合うのでね、いただきます。ちょっとね、これね、ほんとうまいんですよ。その餃子とそのパリパリ感がね、すごい魅力なんですけども、これはね、水餃子チックなんですね。で、水餃子は水で茹でてやるんですけども、これは油で、香り付けがしてあるんですね。すごく食欲のそそる香りをしています。あとはタバスコの辛みと酸味が、まあ本当にビールに合いますね、これね。ちょっとめちゃめちゃうまいです。で、これ実はですね、ちょっとこの料理ですね、ちょっと逸話がありましてですね、僕はヒルナンデスに出た時に披露したレシピなんですけども、その時にですね、投票制だったんですけども、10人ぐらいいてですね、まず参加者の人たちが10人ぐらいいたんですけども、
2人は僕だったんですけども、その他全員ですね、対戦者の方に行っちゃいましてですね、なのでこれですね、惨敗したメニューなんですね。多分ですね、これ食べてもらったら、結果違ってたじゃないのかなっていう、これそう、当てないと食べれないっていうですね、企画だったので、でその時に僕に票を入れてくれた芸能人の方がですね、有吉さんとカズレーザーさんだったんですけども、いやー、有吉さんとカズレーザーさんに食べさせたかったな、これ。ということで、これめちゃめちゃうまいので、ぜひ作ってみてください。このレシピが美味しそうだなとか、作ってみたいなとか思った方は、ぜひ高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。